はい、皆さんこんにちは。えー、予備試験の分析会経、えー、法講義を始めていきます。担当講師のソリマチです。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、とまず配布物確認します、えー。講師レジュメという冊子と、えー、講義ノートという冊子、あとまあ分析会経法という冊子、えっ、ー、と合計三部ですね。お手元にあることを確認してください。えー、講師レジュメを基本的に使って講義進めていきますので、まず一ページ開けていただいて。 えー、あそっかその前にまず問題文確認しましょう、えー、とこちらですね刑法という方の冊子で問題文見ていきます。はい問、えー、問がまず説問1ですね、えー、事例1において、う、えー、に監禁罪が成立するという主張の逃避について具体的な事実関係を踏まえつつ反対の立場からの主張にも言及して論じなさいと。 でさらに、説問2、まあ、これは事例2における公の在籍を論じなさい、まあ、従来型の問題になってますね。はい、でまずちょっとざっと全,全体の感想からですけれども、こ、えーまあ、今年もです、ね、昨年から引き続き予備試験もこの設問形式になっていると、司、まあ、法試験の出題形式に合わせて、昨年から出題形式が予備試験の方でも、ね、変更になっています。 で出題されている分野も総論、格論、割とバランスよくと、まあ、予備試験ではこの傾向、あの難易度も含めてですね難易度も難しすぎず、優しすぎずというところで、えー、比較的安定しているというふうに思われます。ただ、ですね今年の問題に関しては、出題された論点が全てですべ、ね、て過去の司法試験、予備試験で出題されたことのある 論点で、まあ、過去問の焼き直しというか、ね、リバイバルみたいな、まあ、そういう問題になってます、まあ、あの刑法の出題はもうすでに一周しているから、まあ、ネタ切れ感はですね、えー、若干否めないんですけれども、えー、まあとはいえ、しっかり差がつきます、あのやはりあの司法試験、予備試験、まあ、含めてですね、えー、過去問をしっかりと検討しておくことの重要性というのを、まあ、改めて感じさせられる、まあ、そんな問題でした。 はい、じゃあまず質問1からいきましょう、講、え、師、ー、レジュメ1ページ目です。で、質、えー、問1で、交、ま、互、あ、に監禁罪が成立するという主張の逃避を論じなさいということですね。で、まあ、これについては、えーと、レジュメにも、今回、質だから過去の出題趣旨を、まあ、できる限り掲載しましたけれども、えー、と2ページ目で、こう平成25年の司法試験の出題趣旨ですね、ここで同じ論点出てますので、えー、ここを見ておきます。 えまあ監禁罪の保護法益である移動の自由について事故の限界を明らかにするとまあここが出題の趣旨になってますね移動の自由の意義を論,、えー、論じると、はいまあ、本文もそこが論点になっていますで、えー、1ページ戻って見てみましょう、えー、本罪の保護法益はまあ行動の自由移動の自由場所的移動の自由ですね であるところ、監禁とは人を一定の区域、場所から外に出ることを不可能、もしくは著しく困難にして、その移動の自由を奪うことを言うと、で本文で言うと、こうは X に逃げられないようにするために、X のいる小屋の出入り口、扉を外側からロープできつく縛り、内側から扉を開けられないようにしたと。 まあ本件閉じ込め行為というふうに言いますけれども、同小屋は木造平屋建て、窓はない、出入り口は扉1か所のみということであるから、客観的には本件閉じ込め行為により X が容易に小屋から脱出することができない状態となっています。もその後こうがあ 小屋に戻りロープをほどくまでの間 X は熟睡して一度も目を覚まさなかったということでこの閉じ込め行為本件閉じ込め行為が X が認識していないという場合でもなお監禁に当たるのかはい、こういう問題提起ですねで、先ほど言った保護法益についての見解の対立をここで論じていくと抗議ノートの方で一応メモ入れておきましたえまあ問題点としてはこの被害者が えー、認識していない閉じ込められていることを認識していないとそして、この移動意思が現に生じていない、まあ、動こうと別に思っていないというこの状態で監禁と言えるのか、まあ、あの代表例としてまあ幼児とかあるいは、えー、泥酔して寝込んでいるものとかね、えー、こういうのがよく代表例として挙げられますけれどもで、えー、見解としては、まあ、これはご存知の通り、えー、現実的自由説と可能的自由説の対立というものですね。えーまあ、現実的自由 主観説というのは保護法益、移動の自由はこれあくまで現実の行動の意思および能力を前提とするものだとしたがって監禁というのは現に移動したいと思っているのに移動できない事態これが監禁なんだと移動したいと思っているということが前提になる、はい、でそれに対して可能的自由説 これは自然的事実的意味において自由に行動し得る可能性を侵害しているかどうかの問題だから現に移動したいと思っているかどうかじゃなくて仮に移動したいと思ったら移動できない状態になっているかどうかとこういうふうに見ていく、まあ、そこで主観説と客観説というふうに言われているわけですねはい、まあ、この対立についてはまあ有名な論点で基本論点と言っていいでしょうでレジュメ戻っていただいて かっこ1、充実した保護法益について、あくまで現実の行動の意思を前提とする移動の自由、現実的自由と解する立場によれば、現に移動の意思を有していなかった X については、現実的な移動の自由が侵害されてはいないですと。したがって本件閉じ込め行為は、監禁に当たらないということになります。 で、過去に、しかしながら、現に移動の意思を有していないものについても、場所的移動をなしうる限りは、客観的には行動の自由を有している。以上はあ、本罪の客体から除外すべきではない。まあ、この価値判断が、えー、可能的自由説の根拠ということですね。従って、えー、本罪の保護法益に対する侵害。これは、必ずしも現実的な移動の自由を奪うことを要せず、自由に移動しうる可能性、えーまあ、可能的自由を侵害した場合は、なお、換金に当たる。 と解釈するそうすると、X において監禁されているとの認識がなく、移動しようとの意思も生じていなかったとしても、本件閉じ込め行為の時点で、その場所的移動の自由、可能的自由を侵害したものと認められるから、本件閉じ込め行為は監禁に当たると。はい。で、まあ、は本件閉じ込め行為について認識認容しているので、故意も認められると。以上より、監禁罪が成立するという主張は、 妥当だという結論にしておきました。はい、じゃあ次です。質問に行きましょう。質問には従来型の在籍検討問題ですね。で、まず第一で X に対する携帯電話機一台のセット財、えー、これを検討していきます。はい、で客観面の認定はいいでしょう。一、えー、番、えー、甲が眠っている X の上着のポケットから X の携帯電話一台を取り出し、自分のリュックサックに入れたという行為は X の占有する他人の財物である携帯電話機を X の意思に反して事故の占有に移転,すると移転させるという行為であるから接種に当たる、まあ、第一ダッシュと、まあ、こ,れこの後もう一個、ね、ダッシュ行為があるので、こちらを第一ダッシュというふうに言っておきますけれども。 そして2番で故意ですね。第一ダッシュについて認識、認容しているので故意が認められるとで。ここまではいいんですけれども、次ですね。3、不法領得の意思と。えもっとも、こうは X の携帯電話機を X の死体から遠く離れた場所に捨てておけば、 同携帯電話機の GPS 機能によって発信される位置情報を X の親族等が取得した場合であっても X の死体の発見を困難にできる上、X がコートはぐれた後、山中をさまよって滑落したかのように装う反跡隠蔽に使えると考えて第1シュに及んでいるということで不法領得意思の問題と。 はい、で不法領得意思について、まあ、これ、まあ、同じ問題でね、やっぱり司法試験で、過去の司法試験で出てるので、出題趣旨確認しておきますけど、えー、と平成、えー、ごめんなさい29年か、平成29年、出題趣旨、ちょっとプレゼンターの位置が若干安定しないですね、これでいいかな。で、見ておいてください、不法領得意思の要否及び内容と、えー、そして権利者排除意思、利用処分意思、いずれも必要とする判例の立場。 で、え、利用処分医師が認められないと考えれば、器物損壊の構成要件に該当すると。他方で、この反赤隠蔽隠滅目的にも、利用処分医師が認められると考えれば、窃盗罪なんだと。そこで、この反赤隠滅目的に、利用処分医師を認める理由が、端的に説明される必要があるぞ、というふうに指摘されてますね。で、ただですね、えっ、ー、と、本文は、これ、ちょっと問題文を、 しっかりと分析すると,ちょっと問題文をもう一回見ておきますが目的が厳密に言うと2つありますよねえと問題文の方でどこかな、どの辺だったかな、ここかえ同携帯電話機の GPS 機能によって発信される位置情報 X の親族等が取得した場合であっても死体の発見を困難にできる、これ1つ目。 X がコートをはぐれた後、と山地をさまよって滑落したかのように装う反石隠蔽に使えるこれ2つ目で2つ目的がありますね1つ目は、えー、要するに死体の発見を妨害すると捜査をか乱するという目的で2つ目は証拠隠滅ですね反石の隠蔽証拠隠滅ということでここがまあ本門の特殊性になっているということですよね。えー、と参考範例を見て つ,つけておきました23 4で,す、ね、で、すねで見ていただければ分かりますけど最高裁の立場、判例の立場は単に廃棄するだけ他に何か使う目的がない単に捨てるだけの目的、はい、これは利用処分意思を否定するというのが判例の立場になってます。で、じゃあこの証拠隠滅目的で捨てている場合にどうなるのか、利用処分意思が認められるのかと。 はい。まあ、ここは裁判例は分かれてますね。肯定例、否定例。まあ、判例3が否定例で、判例4が肯定例ですけれども。まあ、従って本文もいずれの評価もあり得ると言えるものですけれども、まあ、考え方としてね、廃棄の、まあ、だから、証拠隠滅ができる、証拠隠滅をしようと考えて廃棄してるから、 まあそれはね、えー、あくまで目的としては捨てるだけで捨てる動機なんだよね、えー。証拠隠滅をしようと考えて捨てたということで、まあ、廃棄の動機が証拠隠滅であったとしても、えー、それはすなわち単なる廃棄と同じなんだと考えれば、えー、それは否定につながると。でそれに対して、えー、単に捨ててるだけじゃないでしょうと。他の目的を合わせ持っている場合はそれはやっぱり単に捨てたではなくて間接的に利用したんだと。 いうふうに評価すれば、肯定になっていくと。えー、まあ、いずれの筋もあり得るでしょう。ただですね、まあ、本問はちょっとね、若干ね、えー、と、悩ましいですよね。えー、というのは、だから、先ほど言ったように、目的が二つあるので。 えーまあ、捨てたというふうに書いてあるから、まあ、捨てる目的として、えーそのね、捨てる動機として、まあ、先ほど言った捜査をか乱する目的とあと証拠を隠滅する目的ということ、まあ、いずれも捨て,る動機に捨てようとした動機になぜ捨てようと考えたかという動機に過ぎないよというふうに捉えれば、まあ、否定になるでしょうし。えー 本文については証拠隠滅だけじゃなくてさらには捜査をか乱するという目的まであるから、まあ、そこを強調すると、まあ、肯定というふうに持っていくこともできるでしょう。はい、で、まあ、あ一応ですね、レジュメの方を見ておきましょう2ページですけれども。 カッコ1。えー、窃盗罪は他人の事実上の支配を侵害し、他人の財物を事故の支配内に移転する領得罪であるということから、本罪の成立には不法領得意思。えすなわち、権利者を排除して、他人の物を事故の所有物として、えー、その経済的用法に従い、これを利用もしくは処分する意思があることを要すると。えまあ、これ解釈論を出した上で当てはめですけれども、括弧二2番。えー、こうは、 後期第2の X の殺害計画について、反責を隠蔽し、自らの犯行の発覚を防ぐ目的で、X の携帯電話を廃棄しようとして、第1ダッシュに及んでいる。現に、第1ダッシュの後、約10分後、殺害計画に着手し、X を殺害した約3時間後ですね。えー、だからあ 第一ダッシュをした後10分後に殺害計画に着手して、さらに殺害した約3時間後には、あ殺害現場から約 6km 離れた場所に携帯電話を捨てている、現に捨てていると。えー、第一ダッシュに及んだ時点で、えー、3ページですけれども、こ、え、う、ー、にはダッシュした携帯電話について、単に廃棄するだけで他に何らの用途に利用処分する意思はなかったものと認められると。 一応この分析例では否定の数字で分析しておきましたなおこうは携帯電話機の GPS 機能によって X の主体の発見を困難にできると考えている、まあ、ここが特殊事情なのでここは無視できないんでね否定する場合でもここについての分析は論述しておく必要がありますね はい、ここをどう評価するかえかかる意図はあくまで携帯電話を廃棄しようとした動機に過ぎないというべきで、えー、公に携帯電話から生ずる何らかの効用を享受する意思があったとまでは認められないしたがって公には携帯電話機に対する不法領得意思を認めることができないというふうにしておきました、まあ、一応、目的としてはやっぱり廃棄、はい、だからここですね問題文のあこれか捨てたですね えー、というふうになっているので、えーまあ、これはだからその目的は、ね、あくまで廃棄の動機であってやっていることは捨てる行為だよというふうに評価しました。ただ、これが、ね、捨てたじゃなくて例えばそこに置いたと書いてあったら、えー、GPS 機能を利用して X の死体発見を困難にする目的であえて、えー、携帯電話機を別の場所に移してそこに置いておいたこういうふうに書いてあったら。 あそうすると、それは積極的にその GPS 機能を利用して、操作をかく乱するために利用したっていうニュアンスが強まりますよね。で非常にこれ、どちらで評価するか微妙な事案だと思われます。やっぱり単なる廃棄とは違うんだよという方向でも評価しうると思います。ただ、問題文には捨てたというこの、ねえー、文字が書いてありますので、まあ、廃棄だったんだということを前提にね。 えー、でこれ、廃棄であればまあ動機が何であれそれは利用とは違うよねとこういう方向で一応この分析例では分析しておきました、はい、ただ、微妙ではあったとは思いますで以上より窃盗罪は成立しないということで3ページに戻っていただいて。 え第一ダッシュは X による携帯電話機の利用を阻害しその高用を侵害するものとして損壊にあたるということでまあ利用者も意否定して不法入得意思が認められないとなった場合は器物損壊罪ですね。 なお第一ダッシュの後実際に携帯電話を投棄していますけれども、まあ、これは不可抜的事故行為と、えー、持ち出した時点で公、えー、用侵害だと損壊だということでもう持ち出した時点で器物損壊罪の成立を肯定するのであればその後、実際捨てた行為は不可抜的事故行為ということでいいんですが、まあ、これ実務的には実際捨ててる事案だったら捨てた行為まで含めて起訴するので、えー、まあ持ち出した上で投棄した行為と、まあ、一連一体の実行行為みたいな形でね。 えー、自己行為を特定するだろうなというふうには思いますけどね、まあ、厳密には捨てた、えー、と持ち出した時点でもう成立してるんだったらその後の行為は不可抜的自己行為ということでいいでしょうはいで次です、第2、X に対する殺人罪の性非と、えー、X はあ、ごめんなさい、こうはあ X を殺害した上でえで、ー、X があ滑落によって事故死したように予想多い、反責を隠蔽することを計画したと。 X を殺すため眠っている X の首を両手で強く締め付け。まあ、以下、これ第一行為とします。X を岩場の崖まで運び、眼下に落とし、まあ、落とす。これを第二行為とします。その結果、X は頭部外傷により即死と。で、これ問題の詳細をちょっとここで出しましたけれども、仮に第一行為を第二行為とは別の、別個の行為と捉えた上で、 えー、かつ第一行為と死亡結果とのあ、ごめんなさい、これ V って書いてある、これ、X、訂正します、X ですね、5期がありました、あれ、えー、ちょっとここ直しておきますね、あれ、<laughs> 2ページじゃないですね、今、何ページでした 3ページでしたごめんなさい3ページのこここですねこれ V じゃなくて X ですね X の死亡結果との因果関係を否定するとどうなるか第1行為は殺人未遂第2行為は過失致死ということで殺人喫煙罪が成立しないという結論になってしまうと。 はい、ここに問題の所在があります殺人、奇水とする理論構成はどのようなものが考えられるだろうかと、でこれ、全く同じ問題が過去の、えー、と予備試験で出題されているので、その、えー、例によって、えー、出題書士、先に見ちゃいますけど、6ページですね。 でもうここにえと検討の手順書いてあるからね、いわゆる遅すぎた構成要件の実現、で殺人、起水罪の成否を問題にしろと、だからこれ、あれですよ、殺人未遂と過失致死が成立するって書くだけじゃやっぱり物足りない、そこでえ終わっちゃったら、もう出題趣旨に答えたことにならないですからね、この殺人、起水にできないかどうかで悩みを見せると、ここが出題の趣旨です。 で理論構成としては第一行為と死亡結果との因果関係の有無および因果関係の錯誤を処理すると、えー、並びに第二行為の技律抽象的事実の錯誤と過失致死の成否、まあ、これを論じると、えー、またっていうところでまた以下はこれ別の理論構成ですね 1> 第1行為と第2行為を1個の行為、一年の実行行為と捉えた場合は1個の行為と評価する根拠について大きく分けて2つの理論構成2つの筋道が示されていますなので、まあえーと、レジュメでも2つの、ね、回答例をつけておきましたがしじゃまず回答例1からいきましょうあ、えー、となので、まずこれですね。 ノートで確認しておきますね一つの筋道は因果関係を問題にすると、だから第一行為を実行行為と捉えて第二行為は改催事情に位置づけた上で第一行為と死亡結果との因果関係が認められるかこれを問題にするという構成ですねで。二つ目の理論構成としては第一行為と第二行為を一連一体の実行行為と捉えた上えでその一連一体の実行行為から死亡結果が発生したから殺人、キ遂だ。 っていう形で論じていくと、はい、まあ二つの理論構成を一応ね出しておきます。で見ていきます。まず回答例一から、はい、実行行為は第一行為ですね。括弧一番。第一行為は客観的に部位を窒息死させる高度の危険があり、人の生命を侵害する現実的危険性を有する行為と認められるから殺人の実行行為に当たると。 そして因果関係ですね、括弧2番。刑法上の因果関係は発生した結果が実行行為の危険性を現実化したものと評価できる場合に認められる具体的には、海在事情のの異常性や結果へ寄与度を考慮して判断すると、はいまあ、いわゆる危険の現実化を論じた上えで第1行為と結果との間には第2行為という開催事情があるのでそこを評価していきます。 E と、えー、いうところを見てください、えー、上記実行行為と X の死亡結果との間には、えー、第二行為が介在しているということですねはい、えー しかるところ X の死因はこれは実行行為と海在事情どっちが死因かといったらそれは、ね、崖から地面に落下した際に頭部等を地面に強く打ちつけたことによる頭部外傷であるとこれ問題文に死因は特定されてますからねそうすると海在事情が直接の死因を形成したということは明らかしたがって海在事情の起ー度は非常に大きいということですこれは無視できない海在事情ですね。えも,っとも この介在事情は殺人を犯したと誤診した X が反責を隠蔽する意図で、えー被,害者のえー、被害者 X の遺に及んだものだと。まあ、この時点でもうね、えー 殺害してで、死体を遺棄するという、そういう認識で、えー、反跡を隠滅、えー、隠蔽する目的でね、行った行為。そうすると、X の殺害の意図、計画に貫かれた第一行為に付随する一連の反跡隠滅行為と、財、え、商、ー、隠滅行為であるということからすると、第一行為に起因して生じた事態というべきであっ で、異常な介在事情とは言えない。まあ、いわゆるこれ、えー、判例が誘発という言葉を使う、いわゆる誘発型、間接現実化の類型ということですね。えー、実行行為の危険が直接的に死因を形成したわけではないけれども、えー、実行行為が介在事情を経由して結果につながったと、えー。実行行為と介在事情との間にはつながりがあるんだと。 まあそこで判例は誘発という言葉を使うんだけれどもまあ本件は他者の行為が介在しているわけじゃなくて自分自身の行為が介在事情なのでまあ誘発という言葉自体はあんまりマッチしないですねだから起因して生じたっていうふうにまあ同じこと言ってますけれども第1行為によって第2行為がもたらされた状況ということねそこを認定しています。 はい。まあ、いずれにしろ、おこのね、えー、誘発とか起因というのがキーワードで、えー、実行行為によって介在事情がもたらされている以上、その介在事情によって結果が発生したら、それは危険が現実化したと言えるんだよ、ということで、う、従って、えー、X の死亡結果は、こうの第一行為の危険性が現実化したものと評価できるから、実行行為と死亡結果との間の因果関係が認められると。また、V って書いてありますね。これ直しときましょう。よいしょ。 と、えーねはいまあ、ころどころ X が V になってるかもしれないですね、ちょっと適宜直してください。 で次、為、えー、因果関係の錯誤です。う、えー、はあ、上記実行行為の認識認容に欠けるところはないけれども、えー、また V ですけど、X。X の死亡結果については、えー、客観的には、あこれは、第二行為ですね。第二行為による、うまあ、この歴史じゃない。ごめんなさい。えー、とちょっと出来が悪いですね、今日のレジュメは。えー、C も違ってますので。えー、第二行為による、うこっちだな、頭部外傷。 により死亡していえと頭部外傷により発生したものであるが、甲は主観的には第一行為により部位が死んだというふうに認識していることから因果関係の錯誤により行為が阻却されるか否かについて検討すると。 で犯罪の故意があるとするには罪となるべき事実の認識を必要とするが、行為者が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とは必ずしも具体的に一致することを要するものではなく両者が法定の範囲内において一致することをもって足りいるといわゆる法定的符合説ですね。 で、えー、主観的にも首を絞めて殺害するという殺人罪に当たる因果経過を認識している以上、えー、現実に発生した因果経過と法定の範囲内で一致しているということで、因果関係の錯誤は故意を阻却しない。まあ、ここは結論はもう決まっているので、こういうふうに論じるだけ。論じ方をきちんとマスターしておけばすぐに対応できますね。えー、主観的にも殺人罪に該当する事実を認識していることの認定ということです。あの、客観面の事実と同一構成要件 に該当する事実を認識している以上は故意は阻却されないっていうのは、これまあ普通の,あの具体的事実の錯誤と論じてることは同じですからね。客体の錯誤とか。えーまあ、要するに、客観面、客観的には A を殺害したとで。主観的には B を殺害する認識だったということですね。まあ、客観も主観も両方殺人罪じゃないかと。同じことです。客観的には A という因果経過だったんだけど、主観的には B という因果経過を認識していたと。まあ、いずれも殺人に該当する事実でしょうと。 したがって、えー、第1行為について X に対する殺人罪が成立すると、これが結論、で次、第2行為ですけど、第2行為については、これ、もっぱら、あー先ほど、第1行為の因果関係を検討する際の介在事情に位置づけて、もう別途評価しないという見解もあるんですけれども、先ほどみたいに出題趣旨は一応、第2行為についてもその議律を出題の趣旨としてますので、まあ、一応、ここも検討しておきます。 ただ、これ、財数処理で結局、あの、第一行為に吸収させちゃうので、あんまり実益がないですね。第二行為単体の議論を展開するのは。えー、まあ、一応ここも論じておきます。えー、カ1。第二行為の時点で X はまで生きていたことから、あー、こうは主観的には死体遺棄の認識で、客観的には殺人にあたる事実と、を実現していると。 はい。で、これは抽象的事実の錯誤ですね。え、行為者が認識した事実と現実に発生した事実との間に、異なる構成要件にわたる錯誤がある場合、えー、両者の構成要件に実質的な重なり合いが認められる範囲において、軽い罪について、行為犯の成立を肯定すべきだと。えー、もっとも、死体遺棄と殺人は、保護法益が違うということで、重なり合いが認められないということになるので、えー、軽い罪である死体遺棄も成立しないと。 まず、錯誤の処理で死体遺棄成立しませんよと、で過去にそうすると、こうはあ X がすでに死んでいると誤診し続けた過失によって、第二行為によって死亡させ、X を死亡させているということで、ここは過失致死ですね、まあ、重過失致死でも、場合によってはありうると思いますけど、まああ、そこはいずれもありうるかな、まあ、一応、過失致死210条にしておきました。 でえー、だからまあ結局、第一行為が殺人既遂で第二行為が過失致死ということだけれどもこれこのままにしちゃうと死亡結果二重評価ですよね。 なので、えー、吸収させるということですね。3番。第1項に成立する殺人規遂と第2項に成立する過失致死は実質的には1項の法益侵害であると認められると、えー。死亡結果の二重評価を避けるために、重、え、い、ー、前者に後者が包括して評価され、殺人規遂一罪、包括一罪ということで、えー、最終的には結論としては殺人規遂一罪ということになるでしょう。はい。で、これが一つ目の筋道。で、二つ目は、 一連の実行行為なので実行行為を第一行為と第二行為一連一体だという認定をします第一行為と第二行為はいずれも人の生命を侵害する現実的危険性を有する行為であるところ両行為は甲が X を殺害した上で滑落により自己死したように装って反責を隠滅するという計画のもと一連の連続した意図動機に貫かれた行為であり客観的にも第二行為は第一行為のわずか約40分後 第一行為の現場である小屋から約100メートルしか離れていない岩場の崖で行われているということで、時間的場所的な近接性ですね、が認められることに照らせば、一連の実行行為と言うべきだと。というふうに一応認定しておきましたが、えこれね、早すぎた構成要件の実現。 えすなわち、第二行為により殺害を完遂させようと計画していた場合ですね。したら第一行為で、えー、死亡してしまった。これ、早すぎた構成予件の実現。で、本問は逆ですよね。えー、遅すぎた構成予件の実現。はい。で、遅すぎたの場合は、通常はですね、主観面での連続性を認定するのは困難であるというふうに指摘されています。例えば、とっさにですね、激行して殺害行為に及んで、 でふと冷静になって、あやばいと思って証拠隠滅行為に及んだというときに、えー、両行為はまあ異なる犯罪の行為によって行われていることは明らか、第一行為は殺人、第二行為は死体遺棄という、行為が異なっているとで、このような場合に両行為をまあ一連の行為だというふうに認定することは難しいでしょうと。 本文でも、えーまあ、事前の計画に貫かれてはいるんだけれども厳密には第一行為は殺害目的で第二行為は証拠隠滅目的ということだよね動機が意図、動機が連続しているというふうにはなかなか評価できない断絶していると考えるのが一般的です。まあ はじめから、はじめから、証拠隠滅をはじめから計画しているという点でね、えー、この、えっ、ー、と、参考判例つけた、参考判例5か。参考判例5の、まあこれ昔の、大昔の判例だけどね、砂浜吸引事件。えー、とは、まあ事案が異なってるんですけど、 初、えー、めからもう死体を隠滅するっていうことを計画していたという点ではね、だこの点を強調すれば一連の実行行為だという評価は不可能ではないかもしれないですけど、えーまあ、現在はあんまり一般的な議論じゃなくて、も、まあ、かつての議論です、これは。はいでまあ、一連の実行行為だということが認定できれば、まあ、あ因果関係は問題なくなるんですよね。 えー、上記一連の実行行為の後 X は即死しているとで死因は崖から地面に落下したことで、えー、頭部を打ち付けたことによる頭部外傷であることから上記一連の実行行為の危険が現実化したということは明らかであって一連の実行行為と死亡結果との間の因果関係が認められると、まあ、ここは簡単に認定できると。 故意、はい、で,ですけれども、この故意の認定の仕方もこれもね、えー、昔の古い議論です、外括的故意と、まあ、いわゆるウェーバーの外括的故意と呼ばれる、えー、非常に昔のというか、かつての古い議論ですね。 まあここも現在では先ほど検討したように因果関係の錯誤を問題にするのが一般的な理解なので、まあ、あんまり書く人はいないんじゃないかなと思われますけれども行為者が故意を持って行った第一行為ですでに犯罪を遂げたものと誤審しその発覚を防ぐ等の目的でさらに第二行為に行ったとそしたら第二行為によって先に予期した結果を発生させたと。 はい、この場合、両行為は実質的には1つの行為に担われていると認められることからで、ここがね、この評価が本当かというところで疑問が呈されているわけです、すさっきも言ったように、厳密には第1行為と第2行為、行為違うからね、えー、事前にまるっと一括して、ねえー、1つの行為ですって評価するのは、 果たして妥当かというところが、まあ、この見解の一番の問題点だけどね。第一行為と第二行為を外括する事前の行為を、ね、一括的に肯定できるんだという考え方です。こうは、第二行為による X の死亡結果は、ね、死亡結果の発生は認識してないけれども、第一行為、第二行為が、あ これがね、えが X を殺害した上で反責を隠蔽するという一連の殺害計画に基づくものだから、事前の行為ですね。一連の実行行為を概括する事前の行為として、殺人の行為を認定できるんだよ、ということですね。以上より第一行為および第二行為を一個の行為として一個の殺人罪が成立するというふうに、まあ、分析するというのがこの回答例2の方ですね。はい。なので、まあ、筋道は2つあるけれども、回答例2の方は、 あまあ、かつての古い議論であまり現在では一般的ではない筋道というふうに言っておきます。いうふうに言っておきます。で、最後があ第3、X に対する現金3万円の窃盗罪と、でまあ、これも結局、過去の司法試験で出てるんでね、えー、見ておきますが、えーと、8ページの出題趣旨、平成29年。 まず、窃盗罪の構成要件該当性はいいんですよね。客観的構成要件該当性は問題ないわけですよね。客観的には窃盗罪に該当すると。しかし、故意ですね、窃盗罪の故意に関して、A A、戦友を侵害する認識が認められるかが問題となる。ここで死者の戦友が問題になると。 でえー、これを肯定する場合は窃盗の行為が認められるけど、えー、これを否定する場合は結局、占有離脱物横領罪の認識を有しているに過ぎないから結局、抽象的事実の錯誤になるんだよとこ、はいまあ、ここにだからあこの出題趣旨に、えー、検討すべき内容が説明されてますので、まあ、ここをよく読んで、えー、分析していただければと思いますが死者の占有は、えー、とノートで。 問題となる類型が2つあって、ね、3ページノート3ページですけどで普通はこの問題1です、ね、領、えー、得時点で被害者が実際に死亡している場合でこれは客観的に被害者が死亡しているから占有、えー、侵害の事実が認められるのかと客観的に窃盗罪に該当するのかというレベルで問題になるわけね被害者の占有を侵害した事実が認められるのかとでこれ使者の占有が認められるのか。 というところで占有侵害があるかないかというところで議論して占有侵害があるんだったら窃盗罪に該当し占有侵害がないんだったら占有離脱物横領罪になると、はい、これがまあ通常の原則的な問題場面ですけれども、えー、ちょっと応用的な問題局面として両得行為の時点で被害者が死亡ししていたた。と誤信したとでこの場合実際には生きてるから客観的には占有侵害の事実は問題ないわけですよ。 他方主観的には死亡したと誤信しているから占有侵害の事実を認識しているのかが問題になると、えー、被害者の占有侵害する事実の認識が認められるかとこういう問題提起になるこれが窃盗罪の故意のところで死者の占有が問題提起される場合とで、えー、これ肯定できれば当然窃盗罪の故意だし否定されると、えー、行為者が認識していた事実は窃盗罪に該当せずに えー、結局、占有離脱物横領罪に該当する事実しか認識していないということになるので、抽象的事実の錯誤の問題になるよと、えー、こういう整理ですね、はい。死者の占有が問題となる類型が、こういう2つです、ね、客観面で問題提起されるのか、主観面で問題提起されるのかと、はい、ここを整理しておくといいでしょう。でえー、レジジュメ6ページ戻ってていいただいて コが X の財布内から現金3万円を抜き取って自分のズボンのポケットに入れた行為はこれは客観的にはこの時点で X は生きてますから X の占有する他人の財物である現金3万円を X の意思に反して事故の占有に移転させる行為として摂取に当たるとまあこれを第2ダッシュとしておきますで7ページ えー、恋ですね。占有侵害の認識。ここで問題になります。えー、は第二ダッシュの時点において、X がすでに死亡していたものと思い込んでいたことから、本罪の恋の有無。具体的には、X の占有を侵害する認識が認められるか否かについて検討すると。はい。まあ、領得時点で死亡していたものと誤信していた事案では、ここが問題の所在です。はい。で、ここで死者の占有をお議論すると。えー、参考判例6をつけておきました。 死者には財物に対する支配の意思も事実も認められない以上死者の占有を肯定することはできませんもっとも刑法の目的は法益の保護にあるところ被害者を殺害した犯人が殺害後に財物を領得する意思を生じ殺害行為と時間的場所的に近接した範囲内において被害者の身につけていた財物を領得した場合においては被害者が生前有していた財物の占有はその死後 死亡直後においてもなお継続して保護すべきものと解せるこれが判例の立場ですねでそうすると被害者から財物の占有を離脱させた事故の行為を利用して当該財物を奪取した一連の行為はこれを全体的に考察して被害者の財物に対する生前の占有を侵害したものとして窃盗罪を構成するとあの死者の占有肯定説ではないですからね えー、いかなる要件のもとで生前の占有が保護されるかを問題にしてるんですよ、えー、この問題の視点ですね問題の分析の視点ここを正確に把握することが重要ですねで、かっこ2番で当てはめです以下、項の認識した事実について X の占有を侵害した事実が認められるかを検討すると。 はい。認識事実。えっ、ー、と、公が認識した事実に窃盗罪が成立するかを検討しています。この認識事実に法律を適用してっていうね。この検討の仕方、まあ、誤送防衛とかでも同じですけれども、刑法ではこの分析の仕方しばしば登場しますね。えー、だからこの分析の仕方に慣れておくことも重要です。えー、今回ここでやってるのは、客観面はもう認定したから、今度主観面で彼が認識した、彼の頭の中の事実は窃盗罪に該当するのか、これを検討しています。 で、当てはめ。甲の認識において、甲は、第二孔、ごめんなさい、えっ、ー、と、上記第、上記第二の第一行為だな。第一行為により、X を殺害していると。で、その約5分後に、同、えー、殺害現場において、X の死体を崖まで運んで、眼下に落とすため、 背後から両脇に両手を回して、X の身体を抱え上げた際、X のズボンのポケットから X の財布が床に落ち、これを見た行はにわかに財布内の現金が欲しくなり、第二ダッシュに及んでいると。こういう事実経過ですね。そうすると第一行為と時間的場所的に近接した範囲において、X の身につけていた財物を領得したと認められる。はい。 えー、そうすると、公の認識した事実を基礎としても、X が有生前有していたあ現金3万円の占有は、その死亡直後においてもなお継続して保護に値するというべきであり、公が第一行為を利用して現金3万円を奪取した一連の行為は、全体的に考察して X の現金3万円に対する占有を侵害したものとして接種に当たる。いいですね。 えー、こうの認識した事実を基礎として、もう窃盗罪に該当するぞ、ということを認定しました。えそこでは、ね、えー、X が死亡したものと誤信しているんだけれども、X が生前有していた、ああ、占有。これが、なお保護に値するので、えー、X の生前の占有を侵害した事実。はい、これをこうは認識しているよ、と。で、8ページ。従って、 えー、こうは窃盗罪に該当する事実を認識していたものであり、EX の占有を侵害する認識を有していたあと認められるから、本罪の行為が認められるよというのが結論ですね。で、不法領得意志の方はこっちは問題ないね。もう現金欲しさからって書いてあるから。えー、こうは現金欲しさから第二ダッシュに及んでいるから、不法領得意志が認められると。はい。えー、以上より本罪が成立するということで、一応だから説問2で検討すべきは、 えー、窃盗罪が2つと、その殺人・起訴罪の3つですね、で第1シュについては、不法留得意思を否定すると、器物損壊になります、えー、肯定すれば窃盗罪、でえー、殺人罪については、殺人・起水になるかどうかが問題になると、で最後のこの窃盗罪については携帯、えーと、現金3万円の方は、占、え、有、ー、侵害の認識という形で故意の問題ですね。 えー、占有侵害をの認識を否定すると、占有離脱物横領罪ですね、占有離脱物横領罪の抽象、まあ、的事実の錯誤の処理を経た上で、占有離脱物横領罪が成立するということになりますね。ということで、まあ、問題点がいろいろとちりばめられてはいましたけれども、えー、いずれも今見たように、過去の司法試験、予備試験で出題された論点、で出題趣旨を見れば、えー、検討の筋道が詳しく書いてあるという、そういう問題でした。 はいまあ、一応、このレジュメも参考にしながら、ですね、えー、ぜひ検討を深めていっていただければと思います。はいじゃあ、時間きてますので、えー、刑法の解説はこれでおしまいにします。お疲れ様でした